指揮官、ようやく来たか。こっちはつまんなすぎて死ぬかと思ったぞ。あなた、何でも私に任せなさい。私が何でもしてあげるから。だからもう二度と他の子に頼んだり他の子と喋ったりしちゃダメよ。あなたは私の子分だからね。わかった？だから
責任を取ってもらうぞ。そのつまり、お主に命じる。世を大切にするのだ。どうだ。主の長門でもあるのだ。孤独だった世に手を差し伸べてくれたお主、世はこれからもずっとお主のそばにいたいのだぞ。よもや断られることなんてないよね。皆の顔に笑顔があふれておる。世はこの場所を気に入っているぞ。ご主人様、ベルファストが大きくなったらちゃんとご主人様のお眼鏡にかなうレディーになれますか？は両手でこう。すみません、失敗しちゃいました。ジューンブライト、はい、ようやく雪風様との未来を考えるようになったのか。うん、これはいいのだ。他の人のために選んだのか。
の願いなんだから、この雪風様がありがたく承諾してあげるのだ。特別に雪風様をお姫様抱っこしてもいいのだぞ。さあ、何を戸惑っているのだ。千載一遇のチャンスなのだぞ。指揮官を見るとスリスリしたくなるのだ。へへへへ、気持ちいいのだ。ねえねえ、いつ行くのだ。この前言ってたデートなのだ。雪風様は今回遊び担当で、他のことは全部あんたに任せたのだから、ちゃんと責任を取るのだぞ。うん、へへへへ、大好き。